インターネット、IT、しかもこの最先端歩いているような分野、企業ですね。それは私にとっても全く未知の世界でありましたので、逆にこの2つで非常にチャレンジの多い仕事だなという感じがいたしまして、割と日本語が上手じゃなくてですね、勝さんはですね、非常にこう器が大きい方だなと、勝さんの見識とかですね、そういうと仕組みごと変えていくとか、まあ、そういうような発想を持っていらっしゃるんで、大物時間と言われた勝氏は去年消費税増税法案の成立を手掛けた後、8月に退任し、主に企業や官庁を顧客に抱える IIJ の特別顧問に就任しました。勝氏起用の理由について創業者の鈴木社長は、政治や経済など広い見識を持っているとして、新たな事業拡大に期待感を示しました。また勝氏も海外への事業展開に強い意欲を示しました。人事は6月の株主総会後の取締役会で正式に決まり、創業者の鈴木浩一社長は代表権のある会長となり、引き続き経営に携わることになります。